愛のわかる人物に屈求。イルミネーションを咲く雷とともに猫ついに降臨。ここが新しい月姫の舞台ソーヤですか。うん、ソーヤ。ご機嫌うるわしゅう、健全なダイアグラムの皆様、こんにちは。あなたの気の置けないパートナー、エリートキャット猫アルクです。助手のマシュキリエライトです。はあ、ここが2010年代の日本の首都、ふつつかなデミスアバートですが、よろしくお願いします。おやおや、この程度の街並みに興奮するとは。私のパートナーとしちゃまだまだ見習いですね。マシ君はあれかな、北極とか密林、そういう秘境育ちかな。いえ、そういうわけではないのですが、レイシフトではないことが新鮮で。でも猫アルクさん、ここが本当にキャッツさんたちを脅かす悪の都市なのですか。そうだよ、この世全ての悪と言っても過言では似合い。10年も放置しやがって高級ワインだっての。この恨み7台たたっても収まらねえ。はい、そういうわけで我々選ばれた戦士がこうして MB 界を侵略しに来たのですね。それも強力な新キャラを引っ提げて。もうコンパチキャラには飽き飽きだ。メカなメイドくんとか矢に吸ってる私とか、あいつらそもそも裏切る気満々だったんだ。その点マシ君はいい。瞳が金魚すくいの水くらいに綺麗だぜ。ありがとうございます。猫アルクさんのお役に立てれば幸いです。にゃにゃにゃ、見ろよこの純粋さ、この可憐さ。おそらく一部クリア後のマシ君かな。んじゃ、遠慮なく制圧といきますか。マシ君、一丁ビルを投げ払ってやんなさい。それくらいできるんでしょ。そっちはほら、いつも世界とか救ってるって話だし。あ、はい、マシキレイライト頑張ります。この盾は人類の礎、人類史を乱す悪であれば確実に優先的に粉砕します。ギャッギャー。あ、なぜ猫アルクさんにラウンドシールドが。初めての都会で緊張してたのかな。ところで私がいるときはその盾は投げないでね。まあいいや、ビルは私のビームで投げ払おうっと。マシ君はタンク役として私の守りを。猫反応が検出されました。猫反応が検出されました。区民の皆さんは所定の場所に得意な武器を持ってやる気全開で出動してください。この町では猫と名の付く生命体は厳しく管理禁止されています。生け捕りは1ランクアップ相当の、抹殺は2ランクアップ相当の懸賞金が与えられます。繰り返します。たった今猫反応が検出され。うわー、新鮮な猫キャラだ。嵐、群衆が武装して襲いかかってくるだと。リメイクして物騒になったとは聞いてたけど、ここまで民度がフランス革命とは。おのれシール。じゃんじゃじゃん。よし、戦闘開始だ。私オープンユアマジックサーキット、ファイト。ビーム。ウェルウェルカム。ウェルウェル。あったまだまだ。昨日だよ、小林。やるわやるわよ、やる。行くわよ。止まってフレッション。なに、昨日だよ小林か。猫耳になれ。ターン
のよ。マジもうそこバイクニャニャニャさあまだニャニャうりゃやってリーダーつきゃやビルコイユッユミンダーシュフンフンデスニューニャ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 ニどうした？財布でも落としてみて。MB 界侵略の旗印を掲げた猫歩く。だが町ではすでに猫禁止法が敷かれていた。悪法の元締め宗谷のアルカポネ等のグループを倒すため猫は夜の町に飛び込むのであった。おい、サインは断って…あ、違う、バトル？そっか…お掃除、開始します。オープンユアマジックサーキット。にゃ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 こんばんは。わがしは…にゃにゃデスリン失礼にゃにゃにゃ後ろだよ、わきたんがガモン、ウェルク当たらない。ナイススパイク。オラオラオラ最高です。カービングレスリングダッシャースーパー関係タイムキュー肉球では止めない。何が出るかにゃん。ほったーおめよ。これ申し訳ありません。四季様シャイニングキャッツ。カービングはマジックサーキット。ダッシャー逃げて。よし通信量が半端ねえ。猫一体につき1テラとかどんだけ容量あるんだよあいつら。1メガの間違いじゃねえね。くっそー、どいつもこいつも見てから余裕でシールドカウンターときた。最新のゲームシステム、安易なビームは通さないということか。いや、それにしてもやばいでしょうこの街。猫と見るや勝ち星拾いに来やがって。おちおちコンビニで買い物もできねえ。ただいま帰りました、猫アルクさん。はい、猫缶とおでんと野菜ジュースです。おっと、ダンケシュー、マドモアゼル。夢に見たコンビニエンスストアはどうでしたかな。地方だとないんでしょ、ああいうの。はい、とても刺激的でした。洗練されたたくさんの商品と温かな店内。カルデアに帰れたらすぐに購買部の設置を進言したいと思います。うんうん、うちの王国にも似合いからその気持ちすごくわかる。とはいえ猫は気まぐれだからにゃ。値段の概念とか高度すぎんだよにゃ。まあいいや、猫缶開けよっと。マシ君、缶切りある？ない、仕方ない、丸ごと言ってみっか。平和な公園にゃもの、刃物とか求められません。そうですね。いえ、危ない、猫アルクさん。これは刀剣、一体どこから。ほうほう、頭上から無言で飛び道具コマンドかける3と、物騒なスパチャありがとう。だが
今日は私の誕生日でもなければピックアップの日でもねえ。姿を現せシエル。街灯の上にいるのは分かってるんだ。私の名前を知っている？ただの猫ではないようですね。それに傍らにいる少女、明らかに異なる世界の存在です。答えなさい。どうやってこの世界に現れたのです？明確な目的があるのですか？どうやってって、それが分かれば私も来るしね。私がちょっかいかけられるのは宮子くんだけなんだけどさ。こたつで寝落ちしてふっと目を覚ましたら、そこの甲冑ガールが不安そうにうつむいてたわけ。はい、途方に暮れていた私を猫アレクさんが励ましてくれたのです。ね、いいこしょ。何よりルックスがいい、マイティ&ブレイブ。どこかの誰かさんの完全武装とか言うのとは基本コンセプトからして違うんだよね。重火器にギロチン刃とか、ヒロインとしてあるまじき殺意にゃんだよね。ただの愉快犯のようです。では望み通り冷徹に処断します。とバカめ、挑発に乗ったな。地面に降りてきたシエル謎をソルルに、私の爪であのセクシーな方位をズッタズタにしてやる。さあ覚悟なさい、不良品まんじゅう。この町にあなたの居場所はありません。オープンユアマジックサーキット、ファイト。にゃにゃにゃくにゃ、ハートを持ってみれずに。シャラッタッタブルダウイカダウ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 ダウニはマジックサッカー。バジャース、こんばんは。やっにやる、ダウタニャ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 
猫、地獄にまっしぐら！頼れるお手伝いさん、ただいま参上！オープンユアマジックサーキット、ファイト！にゃにゃにゃ！うっ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 ！にゃにゃにゃ！どうだ！いけません！どりゃ！理解しろ、チャイナ。私は心を入れ替えたんだ。より悪い方に入れ替えてるじゃん。オープンユアマジックサーキット、ファイト。にゃ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 。まだまだ。こんばんは。おやすみや。やば。止まってみる。エビの湯。なんちけ。オラオラオラオチッコ。にゃ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 。猫集会始まる。まだまだ。地震が来るの？なんで平気な顔で裏回りとか中断打つの？私の知ってる憲法とはちょっと違う気がするよ。
今更だが自己紹介をしよう。私の名は猫歩く。学名はまだない。ハッピーエンドを求めた人々の見る幻影とも、真祖の姫のもう一つの側面とも、たまたま描かれた落書きが波動関数を体現してたんで生まれた生命とも、様々な説がささやかれる神出鬼没のゴッドキャット。ご自分でもお分かりになられないのですか？これか作れないのは不便のような、良かったような。古い運転免許ならある。まあ自分が何者であるかという謎は知性体全てに共通する課題ですからね。深く考えても仕方が似合い、私誕生から消滅するまでそう固く決心しております。お強いのですね、猫歩きさんは。ダイアグラムは最低なのに。純粋な尊敬ありがとう。マシ君のセリフには天然の旨味があるにゃん。でもきつい現実を温かく言うのは良くないよ。焚き火というより焼きごてだからね。すみません、そうですよね。最低ではなくゼロ値と言うべきでした。猫歩くさんは20年近く大会出場経験がないのに頑張っているのですから。もうよせ、ボスの前に死にそうだ。この残酷な世界に飲み込まれる。まったく迷惑極まりない。これだから西洋の吸血鬼もどきは。この猫を猫とも思わぬ、兄を兄とも扱わぬ冷酷無比なクールボイスは。味方に刺されて生き倒れるのは自業自得ですが、できれば路地裏の隅でやってほしいものです。館の持ち主の身にもなってください。誰だって朝起きた時にネズミの死骸が転がっていたら嫌でしょ。出たなお嬢。 R になっても基本何も変わらなかった。どこがとは言わない。猫にも敵に向ける哀れはあるのである。完成された肉体を持つシスターよ。ボス度全開の登場セリフありがした。それはそれとして、ロビーが散らかっていても掃除するのは使用人ですよね。お嬢は別に何もしませんよね。そんなだからメガネが使用人の仕事を手伝ったりして、気がつくと好感度に差がついてたりするんだぜ。不愉快すぎて踏みつぶしてしまいそう。気軽に越境する侵略者、空気を読まない自称お姫様にはうんざりです。この町の秩序を操る者として、よそ者には罰を下します。身の程をわきまえる時よ。二頭身の分際でこの私に勝てると思って。やっぱりそうきたか。安易な猫化はどうかと思うの。何のことです。あなたの言った通りパーフェクトな私ですが。なるほど。究極の魅力を求めた時、このボディに行き着くのは食後にあんみつを頼むくらい明らか。我がことながら全てが猫になるってホラーだよ。まあいいや、猫決定戦としゃれ込むぜ。勝負だ、同性能のお嬢。オープンユアマジックスニューインファイトデスリーニャ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 ウェルウェルリダッツユーリン、財布でも戻してみて。
同じリーチ、同じ火力、同じコマンド。本来なら同士打ちしかない悲しいライバル。ならなんで勝ったのかって？地球を揺るがす接戦の末、お嬢は倒した。私史上三本指に入る悪夢のようなバトルだった。にゃんだけど、なんかこれ思っていたのと違う。あんな二頭身キャラを倒したところで MB 界の頂点と言えようか。いや言えまい。一体どうにやってんだよ。本当のシエルは、本当のお嬢はどこに行った。あの、ここまで戦った状況でこんなことを言うのは心苦しいのですが、このレシートをご覧ください。何なの？大満足。特盛煮干し3匹弁当、賞味期限平成33年12月31日までならいける。平成33年だと？ではここは月姫の世界、いや MB 界ではなかったのか。ここもパラレルワールドだったんですね。得意点とは違うようですが。だが間違いを重ねて人は成長する。だいたい座標は分かった。ここまで同じ芸風ならあと一つ隣が MB 界だろう。ま、はい、猫アルクさんの戦いのおかげでフォーグ充填 100% です。ゲート開きます。ゴー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 。うっしょー、この波乗り感たまらないぜ。私も新鮮な体験です。どちらかというとゼロセイルに近い気がします。マジかよ、ワンミスで時空の狭間に落ちるスリルを相手とかすげえなかれだよ。そんな地獄の圧戦場からさらなる戦力を手に入れるのも悪くない。所詮は捨て駒、ボロ雑巾になるまでこき使ってやろうじゃないですか。もしマドマゼサーバントだっけ、マシ君の他にも呼べるのかな。そうですね、猫アルクさんにも魔術回路はありますから、一気分の召喚なら可能ではないでしょうか。見えた、勝利へのプラン固まった。さらなる力を手に、真の MB 界に旅立つ猫アルクとその仲間たち。次回メルティブラッドタイプルミナ激動編、ノーコントロールバーサーカー大召喚。あれ、私んち燃えてない？にさらばキャン。そう、マスター適性はなくてベージュもありませんが、猫アルクさんの勇気と幸運を信じて。